皆さんこんばんは。毎週金曜日の夜、このお店バーサンポールでですね、弾き語りワンマンライブをさせてもらっています、ベンキー白石です。では早速ですね、歌を聴いてもらおうかなと思います。歌手を目指した頃、悔しい思いをいっぱいしました。でもハングリー精神だけでなんとかやってきて、そんな思い出を歌った懐かしいナンバー、お金持ち。お金持ちの家の便器が黄ばんでいて、僕は心の中で買ったと叫んだ。終わったんですけど、ありがとうございます。はい、続きましてですね、日々のふとした疑問を歌ったナンバーです。きっと皆さんの心の中にも同じような疑問があるんじゃないかなと思って、僕は普段からステージと客席の 2way コミュニケーションを大事にしています。聞いてください、黄色いもの。黄色いものを飲み食いしたわけじゃないのに、なぜ便器は黄ばむのかという最低の質問。自分ではかなり気に入ってるナンバーなんですが、女性の方帰っちゃいましたね。お帰りなさい。トイレだったんですね。手洗いましたか？続きまして2曲聴いてください。僕を産んでくれた母のことを歌ったおふくろ、そして学生時代の親友の思い出を歌った強情な友。俺を産んですぐ出てったおふくろ、元気かな。俺は見ての通り便器です、便器です。あんなに黄ばんだ便器なのに白いと言い張った君が今は大統領。まだまだ歌っていたいんですが、ラストの曲になってしまいました。とっておきのラブソングを聴いてください。自分で言うのもなんですけど、今まで作った曲の中では一番泣けるナンバーじゃないかなって思ってます。さよなら。彼女が黄ばんだ便器にサンポールで書いたさよならの文字は白かった。本当に白かったんですね、さよならの文字がね。白って悲しい色ですよね。じゃあアンコールに答えて、アンコールはないんですか？あ、時間の都合でね、わかりました。じゃあ僕もこの後夜景のバイトあるんで、これで失礼します。数々の失礼、水仙の水に流してください。ではまた来週の金曜日、この店でお会いしましょう。便器の黄ばみに酸が効くサンポール。